強力小麦粉とドライイーストお砂糖塩ミルク入れます。ダダダダダ、砂糖を、まあ、いい加減。こんなもんかな。こんなもんかな。もうちょっと入れるか。お水、お湯。バター溶かします。まあまあ、まあ適当に、どっかな。よし、こんな感じかな。ポン。お湯を。で。蓋をします。まあ、これで。一次発酵させます。芋茹でちゃう。だいぶ膨らんできました。あ、こっちもいい感じですかね。
まあ時間が経ってまいりました。これぐらいに膨らんでますね。でちょっと見てみましょう。あ、もう戻ってこないので、できたということにしときましょう。これをぐらいにしましょう。で、ガス抜きをします。それで、まあ、金をかけてしばらく休ませておきます。その間に、なんかべちょべちょになっちゃったな。真ん中のいいところだけちょっと使っちゃおう。これをこれに練り込んでいきます。これをパンに練り込みます。まあ後で、天板にまあ、10分ぐらい休ませておいたものを、これに練り込んじゃいます。どれにしようか、こんなもんでいいかな。まあ、三角形になっちゃった。素材丸ごとグラノラ、これどうしても三角形になるという。まあいっか。あとこの辺はなんか入れるものあるかな。
そうね、大人のふりかけでもやっちゃおうか。これはノーマルでいきます。こんな感じで。ちょっと蓋をしましょう。はい、これでもう一度発酵させます。上に塗っちゃおう。あんまり膨れていなかったか。でもか、まあいいか。よし、これ塗っちゃえ。チュッチュッチュッ。これに入れておく。胡椒。これもいっちゃう。いりごま。ごまを入れてみよう。こんなもんでいいかな。出来上がりでございます。あ、美味しそう。できました。パンです。チチア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 チいきます。しっとりしていて美味しいです。